私の名はゴア、地球の征服者だ。マグマ大使、奴は再生怪獣だった。よし、こうなったらジェット気流で吹っ飛ばしてやる。そうです、アース様。その上に怪獣キンドラは親腕を切ってもすぐ元通りに再生するのです。再生怪獣か。その点から判断して怪獣キンドラの体内は宇宙カビで充満しているものと思われます。その通りじゃ。やつは危機に陥ると自分を爆発させて忽然と姿を消してしまいます。自分のキンドラカビを大気中に散らして姿を消すのじゃな。容易ならぬ敵です。キンドラを倒す方法は？はい、やはりジェット気流以外にはないかと。ならん。これ以上ジェット気流を使うことはならんぞ、マグマ。しかし、アース様。あ、エビナさん、ちょっと変わった話を聞き込んだんですが。変わった話って？ええ、守と病院を回ってみたんですが、緑の花を見たという患者が 2,3 人いるんですよ。
何のことですか、それは。オレンジの宇宙カビの中に緑の花が咲いている。患者は上方のようにそう言うんだ。緑の花？そいつはおかしいな。オレンジの宇宙カビが通過した後には一木一草もないはずじゃないか。そうなんですが。でも亡くなった患者はみんなそう言ってたんです。おそらく幻でも見たんだろう。幻？うん。人間は死ぬ瞬間に幻想を描くと言うからね。そうかもしれないけど、僕は本当のような気がするな。パパはどう？ああ、新聞記者の勘としてもなんかピンとくるようなものがあるんですがね。緑の花ね。ガムだ。ガム。アボル。宇宙カビにやられて死んじゃったのかと思って心配したぜ。おい、冗談言っちゃいけないよ。アボル、ガム様は不死身なんだぜ。ガム君。あ、行くね。あ、お母さんだ。皆さん、アス様からのことづけがあります。姿を消した怪獣キンドラは必ず近いうちに姿を現すに違いない。え、キンドラが？でもその時はマグマ大使が命を懸けても全身は食い止めます。はあ。それからもう一つ、アース様のお考えではキンドラ星座には一種類のカビしかないはずはない。必ず対応するもう一つのカビがあるに違いないとおっしゃるのです。え、対応カビ？ええ、そのカビは同じアンドロメダ3号によって外宇宙から運ばれてきたんですが、地球上の環境に馴染まなくて繁殖の速度が遅いのではないかと思われています。対応する2組のカビ、オレンジ色と緑の花。ヒラ君、どうも僕が気になる。病院の方へもう一度回ってみるよ。ええ。そうか。オレンジ色の一食いカビを倒すカビがあるんだな。ガム、そのカビを見つけていこう。よし、来た。パパ、僕も後で病院に行くよ。あ。ガム、この辺はオレンジの洪水だぞ。緑なんて一つもないよ。守る、フードを思いっきり下げて超低空で飛ぶからよく目を開けて探すんだぜ。よし。いけねえ、ガム、宇宙カビだ。急上昇、急上昇。わあ、大変だ。カビがくっついてるぞ。あ、かゆい、かゆいよ。海に突っ込んでカビを洗い落とすんだ。こちら A 地点、本部どうぞ。こちら A 地点、本部どうぞ。ただいま異常ありません。はい、こちら A 地区。はい、現在のところ異常ありません。はい、わかりました。本部はどうだ？はいはい。はい、こちら B 地区。隊長、本部からです。おう。もしもし、あ。よし、わかった。おう、車だ。あ。緑の花だと？そうです。その緑の花が皆さんを、いや人類を救ってくれるかもしれないんです。見た人はいませんか？何を寝言言ってるだよ。それより痛みを止めてくれ。帰ってくれ。新聞記者が知らんけど帰ってくれ。菊池さん。そうですか。待ってくれ。緑の花見た？見たんですか？綺麗な花だ。どこで見たんですか？光ヶ谷。光ヶ谷？地蔵ヶ岳へ向かう途中の谷間の名前ですわ。光ヶ谷に緑の花見たんですね。
緑の花を。本当ですね。パパ、皆さん、緑の花は必ず見つけ出します。それまで何とか元気を出して頑張ってください。頼みます。お願いします。頼みます。大丈夫ですよ、必ず見つけ出します。お願いします。頼む。はい、パパ、守る、光が谷に行こう。でもあそこオレンジカビ地帯だよ。分かってる、危険は承知だ。でもこの人たちを見捨てるわけにいかん。はい。いらっしゃい。お邪魔でしょうけど、心配でうちにじっとしていられなかったものですから。いや構いません。さあどうぞどうぞ。あ、そうだ、さっき村上さんから連絡がありましたよ。あの、村上と守は今どこに？うん、緑の花を求めてこれから光ヶ谷へ向かうという連絡でした。え、エビナさん、あそこカビ地帯じゃなかったんですか？私も危険だから行くのを中止するように言ったんだけどね、そのまま電話が切れてしまったんだ。そんな、エビナさん大丈夫でしょうか？あ、ご苦労さんです。ここから先は危険です。すぐ引き返してください。しかし僕たちはこの先の光ヶ谷に行かなきゃならないんですがね。そこには人類を救う緑の花があるんです。緑の花？隊長、あ、この写真をご覧ください。パパ、急いでくれ、早く早く。おい、急いでくれ。こちら A 地点、こちら A 地点、本部どうぞ、本部どうぞ。我々もここを撤退します。すぐ引き返してください。守る、仕方がない、引き返そう。はい。みんなどうしたの？元気を出して。みんな山の子でしょ。これっぽっちのことでへこたれたら笑われるわ。さあめぐみちゃん。よいしょ、ちょっと。さあ町まで元気に歩くのよ。さあ行きましょう。はいはい、はい、了解。本部長、文教場の子供たちも撤退したようです。あ、これで危険地区の避難は全部完了したわけだな。はい。本当にありがとうございました。いや、で、この子供たちのお父さんやお母さんは？出稼ぎに行っていないんです。あ、そうですか。急に飛び出したりして。人食い神がそこまで来てんだよ、乗せてくれよ。いや頼むよ。でもこの子供たちでいっぱいで。いや頼むわ、冷たいこと言わねえでよ。すぐ引き返して迎えに来てあげます。バカ野郎、それまでおらんちが生きてんかよ。なあ頼むわ。でもこの子供たちをまず安全なところに連れてあげないと。身寄りがいいんだよ。何をするんだ。かわいやめたまえ。パパ、いけない。Thank you.
パパ、パパ、しっかりちゃん、早く乗り、おい、パパ、待て、パパ、しっかりちゃん、パパ、本部長、光谷付近撤退完了しました。うん、村上さんを見なかったかね。あ、NPI の村上記者だよ。ああ、その車出したらとっくに下山しました。何？江村さん、もしかしたら何か事故でも。宅前線基地および警察に村上記者の車のナンバーを連絡しよう。あ、本部長、これを。奥さん、大丈夫、きっと探し出します。お願いします。パパ、パパ、大丈夫？しかし大丈夫。何しろんで。本部長、こいつらが手配された村上記者の車を。おい、どこで車を手に入れた？乗っていた村上記者はどうした？怪我をしたからよ。もう死んだんじゃねえのかい？バカ野郎！エルさん、早く捜索のヘリコプターを連れてけ。お、夜になっては捜索は不可能だ。おい、早くしろ。あ、奥さん、村上さんはきっと見つかります。さあ、部屋へ帰ってお休みください。パパ、大丈夫？横になったな。あ、カビだ。ガムを呼ぼう。いかん、カビの中に着陸したらガム君もマグマ大使もやられてしまう。さ、手を貸してくれ。アム、お前だけ一人先に逃げてくれ。僕一人なんてやだ。バカ、行くんだ。パパ、ママの言うことを聞け。さあ行け。パパ、パパ、パパ。そうなんだよ、マモルのやつどうしてなんだろう。マモル、あなた今どこにいるの？トモコ、マモル、一緒だな。
見てごらん。緑の花だよ。ポーテで助かったんだ。パパ、緑の花咲いてるよ。パパ。以上の結果を経まして、NPI 支局の村上記者が命を懸けて発見した緑の花は、オレンジカビに対抗する外宇宙のカビの生育したものと判明しました。この緑のカビは地球の環境に慣れるのが遅く、今までオレンジカビに押しまくられていたのです。ところがようやく緑のカビは繁殖を始めました。このカビをさらにペニシリン等の培養タンクで繁殖させ、オレンジ人食いカビを全滅させます。緑のカビは人体に無害です。これでも安心です。父よ、人間どもにとうとう緑のカビを発見された。オレンジ計画は失敗だ。だが、このままでは許さず、キンドラゼロ、お前の体内にあるオレンジカビを日本中にばらまくのだ。行くぞ、ガン。はい、お父さん。パパ、これからマグマ大使がね、緑のカビを山一体撒くんだって。そうか、マグマ大使がか。あなた、村上さんの代わりに僕が取材に行きます。いや、大丈夫だよ。僕だけが部屋でのんびりしてるわけにはいかん。さ、パパ、いいからいいから、無理しないでママとゆっくり静養しなさい。守る。村上さん、村上さんに負けない立派な名文を書きますから期待してください。頼む。守るちゃん、食べる？守るくん。さあ、行こう。うん。トモコ。なに？やっぱりこの世に神様はいるんだな。緑のカビを見つけたとき、心の中で神様に手を合わせた。人間はどんな場合でも絶対に諦めちゃいけないんだ。